今回は区分級積法を用いて円周率を求めるのだ。区分級積法って何？区分級積法というのは面積を求める手法の一つなのだ。例えばこのようなグラフがあり、この部分の面積を求めたいとするのだ。この時このような長方形で面積を近似することで面積を計算する手法のことなのだ。長方形で区分して面積を求めるから区分級積法なのね。多分そういうことなのだ。そしてこのように長方形をどんどん細くしていくことで面積のより正確な値が求められると考えられるのだ。どんどん隙間がなくなっていって求めたい面積に近づいていってる感じがするわ。そうなのだ。そんなイメージなのだ。もう少し正確な議論をするためにまず長方形の高さの取り方を工夫し、長方形がグラフを飛び出ないようにするのだ。この図ではこの左側に長方形の高さを合わせるのだ。他の長方形も同様にグラフを飛び出ないようにすると求めたい面積よりも小さい値を計算できるのだ。長方形がグラフよりも下にあるから隙間が空いてる分小さくなるのね。今度は長方形がグラフを完全に飛び出るようにするのだ。この図ではこの右側に長方形の高さを合わせる。他の長方形も同様にグラフを飛び出るようにすると求めたい面積よりも大きい値を計算できるのだ。長方形がグラフを飛び越えているおかげで隙間が完全になくなって求めたい面積よりも大きくなるのね。これにより求めたい面積の値が小さめに計算した値よりも大きく、大きめに計算した値よりも小さいので、このような不等式を得られるのだ。そして長方形をどんどん細くすることで両側の値が求めたい面積にどんどん近づいていくと考えられるのだ。さてそれでは区分級積法を用いて円周率を求めていくのだ。まず半径 R の円の面積は π r 2乗だったので、半径1の円の面積は π となるのだ。それを区分級積法を用いて求めることで円周率を計算できると考えられるのだ。ただしここでは円の代わりに円の4分の1の扇形を考えることにするのだ。この扇形の面積は4分の π なので、この扇形の面積を用いても円周率を求められるのだ。区分級積法で面積を求める前の準備として、まずはこのグラフを式で表すのだ。円の方程式は x2+y2=1 なので、 y について解くとプラスマイナスルート1-x2となるのだ。グラフを見ると y は0以上で、ルート1-x2も0以上なので、 y はルート1-x2であることがわかるのだ。これでグラフが式で表せたので、区分級積法で扇形の面積を求めていくのだ。まずは小さい方から計算することとし、このように扇形からはみ出ないように長方形で埋め尽くすのだ。上のグラフは x が大きくなるほど y が小さくなるから、長方形の高さは右端に合わせればよいのね。扇形の面積を求めるにはこの長方形たちの面積を求めればよいのだ。ここで長方形は全部で n 個あるとするのだ。ただし一番右の長方形は高さが0であるとするのだ。長方形は全部で n 個で、円の半径は1としていたから、それぞれの長方形の横幅は n 分の1になるわね。そうなのだ。よって長方形の面積を求めるにはそれぞれの長方形の高さが分かればよいのだ。まずは一番左の長方形の面積を求めるのだ。長方形の右端の x 座標は n 分の1なので、長方形の高さは上の式の x に n 分の1を代入すればよいのだ。よって長方形の面積はこのようになるのだ。ここで前半の n 分の1は横幅の長さ、後半のこの値は長方形の高さ、つまり上の式の x に n 分の1を代入した値なのだ。これを少し一般化して k 番目の長方形の長さを求めてみるのだ。横幅が n 分の1なのはさっきと同じで、長方形の高さを求めるところがちょっとだけ違うのだ。 k 番目の長方形の右端の x 座標は n 分の1が k 個あるので n 分の k であり、よって高さは上の式に n 分の k を代入すれば
良いのだ。すると K 番目の面積はこのようになるのだ。これで K 番目の面積が求まったので、長方形たちすべての面積の合計は1番目の長方形の面積から N 番目の長方形の面積までを足したもの、つまり K イコール1から N までの和を取ることで求まるのだ。結構複雑な式だけど計算できるの？それはとりあえず気にしなくていいのだ。次に大きめの面積を求めるのだ。大きめの面積はこのように長方形が扇形を埋め尽くすように取るのだ。元の扇形が隠れてしまったが、心の目で感じ取ってほしいのだ。さっきと同様に長方形は N 個あるとし、 K 番目の長方形の面積を求めると、横幅はさっきと同様に N 分の1、高さはさっきと異なり左端をグラフに合わせているので、高さは上の式に N 分の K-1 を代入したものになり、面積はこのようになるのだ。前半の N 分の1が横幅、後半の値が高さとなるのだ。先ほどと異なるのはこの部分だけで、これは長方形の高さのグラフに合わせる位置が右か左かの違いによるものなのだ。そして長方形のすべての和を取るとこのようになるのだ。これで大きめの面積が求まったのだ。以上の結果をまとめるとこのような不等式が得られるのだ。これをこのまま計算しても良いのだが、整理すると計算の効率化以外にも恩恵があるので式を少し整理するのだ。まず右辺の値を整理するのだ。ここの K-1 に注目すると、 K イコール1の時に0、 K イコール N の時に N-1 なので、和を取る範囲を0から N-1 に変えるとこのように変形できるのだ。これで左辺とほぼ同じ形になったのだが、和を取る範囲が少し異なるのだ。これを合わせるために、K イコール0の部分だけ別に計算すると、この部分は K イコール0の時に1なので、このように表されるのだ。次に左辺の和の取る範囲を少し工夫するのだ。 K イコール N の部分だけ異なるので、その部分を別に計算すると、ここは K イコール N の時に0なので、左辺は K イコール1から N-1 までの和と等しいのだ。これで左辺と右辺のこの部分が一致したのだ。以上を整理するとこのような不等式が得られたのだ。これはこの部分が一緒なので、片方の辺だけ計算すればもう片方の辺も計算でき、計算が少し楽になったのだ。さらにその差が N 分の1なので、4分の π が N 分の1の誤差で求められることもわかるのだ。つまり π については誤差がその4倍の N 分の4の誤差で求められるのね。それでは円周率を計算するためにここの値を計算するのだ。こんな複雑な式計算できないわ。もちろんこんなもの手計算は不可能なので、コンピューターを使うのだ。ちなみに計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄を確認してほしいのだ。さて N イコール40として計算するとこのようになるのだ。差がちょうど 0.1 ね。そして N イコール400として計算するとこのようになるのだ。ほぼ 3.14 まで求まるのね。さらに N イコール4000として計算するとこうなるのだ。一応円周率の正しい値を出しておくのだ。最後に N イコール40000として計算するとこうなるのだ。誤差が N 分の4だから、 N を10倍すればちゃんと小数点一桁分精度が上がっているわね。これで区分求積法で円周率を求める方法を紹介し終えたのだ。区分求積法は普通高校3年生で習い、級数を積分に帰着させる問題が多く出るが、このように円周率の計算にも用いることができるのだ。ただしこの方法は円周率を求めるにはあまり効率の良い方法ではないので、そんなにおすすめはしないのだ。ところが実はもう少し頑張って式変形をするとまた別の円周率の公式が得られるので、それはまた動画にしようと思うのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。